旧教会堂と新教会堂。旧教会堂は虫歯、新教会堂はリップスティックというあだ名で呼ばれている。2004年カイザービルヘルム記念協会は、ドイツ連邦共和国ベルリン、シャルロッテンブルクビルマースドルフのシャルロッテンブルク地区にある福音主義教会である。ビルヘルム皇帝記念協会とも訳される。カイザービルヘルム記念協会福音主義共同体が、 ここでルターハレーハイを行っている。空襲で破壊されたままの旧遽街道首脳ドイツ皇帝一家を記念し、戦争を警告する記念碑として残されている旧遽街道ホール、エゴン・アイアーマンによって設計されたモダンな新峡街道と新首脳で構成されているカイザービルヘルム記念協会は、ベルリン西部地区を代表する建築物である。 タウエンツイン通りから見たカイザー・ビルヘルム記念協会。右にあるビルは、オイローパセンターカイザー。ビルヘルム記念協会の所在地は、郵便番号1789の区域、クーアフィルステンダム、ブダペスター通り、タウエンツイン通りに囲まれた、ブライトシャイト広場であり、ベルリン動物園にも近い。最寄り駅は、ベルリン動物園駅である。ツオ駅とも呼ばれる、このターミナル駅は、 ベルリン西部地区公共交通機関の要所であり、ベルリン地下鉄、ベルリン S バーンが乗り入れ、ドイツ鉄道の都市近郊列車、レギオナルエクスプレス、レギオナルバーンの停車駅でもある。タウエンチーン通りに沿って、オイローパーセンターがあり、さらに東方ビッテンベルク広場方向へ進むと、ユニクロのグローバル機関店ベルリンタウエンチーン店がある。 カイザービルヘルム記念福音主義協会共同体は、ベルリン・ブランデンブルク・シュレージシェ、オーバー・ラウジッツ福音主義協会のベルリン教区、シャルロッテンブルク・ビルマースドルフ地区に属している。カイザービルヘルム記念協会福音主義共同体は、ドイツ福音主義協会を構成している14,412の地域共同体の一つでもあり、同時に福音主義合同協会にも属している。 ビルヘルム2世と皇后アウグステ・ビクトリア・カイザー・ビルヘルム記念教会の教会堂建設は1890年に設立された福音主義教会建設協会の教会建設計画に起因している。福音主義教会建設協会はビルヘルム2世の皇后アウグステ・ビクトリア大銀行家エルンスト・ホン・メンデルス・ゾーン・バルトルディラを主要な発起人に,にした組織で ベルリンを中心にして、約70の境界建設を主導していた。ドイツ皇帝ビルヘルム2世の提案によって、初代ドイツ皇帝ビルヘルム1世を追悼すると、同時にその功績を記念するという意味付けが与えられた。それを実現するための設計コンペが、王立建築協議会とベルリン建築アカデミーによって行われ、フランツ・シュベヒテンの設計案が採用された。 フランツシュベヒテンはベルリン・アンハルター駅の設計によって著名な建築家であった。公式には福音主義教会建設協会が建設事業全般を掌握していたにもかかわらず、ドイツ皇帝夫妻の代理人が何度も建築現場を訪れ、竣工まで影響を与え続けた。しかしながら、ドイツ皇帝一家は教会建築費用を一切拠出しなかった。 680万マルクに及んだ建築費用は主に民間有志とドイツ各州から拠出された。ドイツ皇帝ビルヘルム一世の誕生日を早期するために祖先は1891年3月22日に据えられた。剣道式は1895年9月1日であった。この日は不仏戦争のセダンの戦いにおいてプロイセン王国が フランス帝国に勝利した1870年9月1日にちなんでいる。建築家シュベヒテンはケルン生まれであり、生まれ故郷のラインラント地方のロマネスク様式教会に習ったネオロマネスク建築様式でカイザービルヘルム記念教会旧教会堂を設計した。教会堂の数と十字中央交差を持つその塔のスタイルはケルンに近いボンの指教座大聖堂や、 ヘッセン州ゲルンハウゼンにあるゲルンハウゼンマリエン教会の内陣に類似していた。教会岸を使った教会道正面に関して、アイフェル地方やラインラント地方に見られる教会建築をそのまま模倣しており、ベルリンのあるブランデンブルク地方では全く異質な教会道であった。5つの教会塔を持つ旧教会道は記念碑的な印象を与えた。 主要な境界塔は113メートルの高さがあり、後の1920年にダイベルリンに合併されることになる当時のシャルロッテンブルク市で一番高い建物であった。この境界に見られるように、ネオロマネスクはドイツ全土で一時的に好まれた建築様式だった。周辺に新たに建設された多くの建物もカイザービルヘルム記念境界を意識してネオロマネスク様式を採用し、 ロマーニッシェフォーラムと呼ばれる街路を形成した。シュベヒテンが設計したロマーニッシェスカフェが代表的な建物で芸術家や文学者たちの集う喫茶店として有名だった。今日、同じ名称を持つ店がカイザービルヘルム記念協会に隣接しているオイローパセンターに入居している。カイザービルヘルム記念協会旧首楼には5つの金があり、 成り出した時の音量は当時ドイツ最大であったケルン大聖堂を上回るものであった。そのため、首脳の鐘が成り出すと隣接するベルリン動物園にいた狼たちが一斉に遠吠えをしたため、ベルリン西部地区の住民を不安にさせた。剣道式において、動物の叫びや狼の群れによる遠吠えが、首脳の鐘の音に混ざり、教会堂春行を祝う人々の歓声をかき消してしまった。 これは予定していなかった事態であった。木場警官がベルリン動物園に急行し、鐘の音に驚き奉公する動物たちを沈めようとしたが、多くの動物たちは反抗的で警官たちの指示を無視した。その時、以来、首脳の鐘が鳴ると動物たちが吠え続けた。フェドルフォン・ツ・オーベルティズ、帝政時代末期の社会記録、1922年。 77-78ページ級首脳に据えられていたのは、夫婦戦争時にフランス軍から捕獲したブロンズ製大砲によって鋳造された金であった。この金は第二次世界大戦が始まると拠出されることになった。首脳には5つの金があったが、4つの金が1943年1月に取り外され、戦争のために溶かされた。 福音主義教会共同体には一番小さい金、一つの実が残された。戦災を受けた際、この金は大きな損傷を受け、1949年にチュリン元州アポルダで鋳造された新たな金が供給された。旧教街道内部は贅沢に飾られていた。旧教街道入り口部分において、今日においても、なお重要な意味を示すモザイクを見ることができる。 そのモザイクはヘルマン・シャーパーによって描かれ、プールバーグナー社によって仕上げられた。そのモザイクの大半は当時においてすでに時代遅れとみなされていた王権神授説という観念を表している。1943年11月23日夜の英国空軍のベルリン空襲によって、急遽街道は炎上し、振動部分を支える骨組みが崩壊すると同時に、 一番大きい教会道の長部が折れて崩れた。戦争終結後に崩れた旧境街道が以前と同様な形態で再建する約束がナチス政府によってなされていた。それとは対照的に第二次世界大戦時後の戦勝国はビルヘルム帝政時代を反映するような旧境街道のそのままの再建には難色を示した。戦後しばらく、 カイザービルヘルム記念協会の旧教街道は崩れたまま放置されていた。1956年になって初めて旧教街道内人部分の瓦礫の撤去が開始された。廃墟になった旧教街道アイアーマン設計の新協会施設設,設計者エゴン・アイアーマンとカイザービルヘルム記念協会ドイツポスト発行記念切手。 2004年1957年3月にエゴン・ワイヤーマンが教会施設新築の設計コンペによって設計者に選ばれた。彼は旧教街道の完全撤去を前提とした現代、建築による新教街道を設計した。この設計案は終わることのない熱い議論を呼び起こした。最終的には建築家側も反対した、市民側も意に沿わない妥協で終えることになった。 71メートルの高さを持つ、旧京街道の廃墟を戦災記念碑として残したまま、アイアーマンによって設計された、新京街道、新首郎、奨励廃堂が建築アンサンブルを構成している。廃墟になった、旧京街道を中心にして、西側に八角形の新京街道新郎と、長方形のホワイエが配置され、東側に六角形の新首郎と長方形の、 奨励配堂が置かれている。1959年5月9日に、新教街道の礎石が据えられ、1961年12月17日に、ベルリン・ブランデンブルク福音主義協会監督のオットー・ディベリウスの詩式で、新教街道完成建造式が行われた。カイザー・ビルヘルム記念協会新教街道を含む建築アンサンブルは、 ドイツの戦後を象徴する重要な記念碑、ベルリンの代表する建築物として見なされるようになった。その後、ベルリンの市民たちは八角形の新境街道に化粧、コンパクトケース、新手楼にリップスティックという愛称をつけた。建築家、エゴン・アイアーマンは、新境街道内部の主要部分、祭壇、説教壇、荒いライバン、食材、街道内照明器具、街道内椅子、 パイプオルガン全面部分デザインも立案した。新教会堂最大の特徴は、ガラス窓でできた壁である。他のところでは見られない珍しい衣装であり、2万以上のガラス窓を組み合わせて制作されていた。フランスだけで約400の教会、さらに世界各地にある多くの教会のステンドグラスを制作した、フランス人、ステンドグラス作家のガブリエル・ロワールが、 カイザービルヘルム記念協会向けのガラス窓をシャルトルに、ある彼の工房で製作した。多彩なガラスが光彩を放ちながら狭い範囲に集められ、コンクリートの枠にはめ込まれている。差し込む光はガラスの断面によって屈折し、研磨された宝石の輝きに近い印象を見る人に与える。ベルリンの新京街道では、鉄骨で支えられた壁に、ブラインドの働きをする。 ガラス窓がはめ込まれている。この教会堂における群青色に関してロワールはシャルトル大聖堂のエッサイの木を表すステンドグラスで使われている青色からインスピレーションを得ている。アイアーマンによる原案では明るい青色が強調されていた。訪問者が眩しく感じないように青色のガラス兵器は最初4メートルの高さから上にはめ込まれていた。 4センチメートルの厚さを持つ二重壁によって、新境界道は、遮音効果を得ている。夕暮れ時の車光が、境界道内に入り込むことを二重壁に組み込まれた、電気照明を使って阻止している。その時、新境界道内の壁に組み込まれたガラス礎石が、光り輝くのである。 パイプオルガンは1958年から1962年までカール出家ベルリンオルガン製作所によって5000以上のパイプを持って製作された。このパイプオルガンは2005年にオーバーホールを行った。このオルガンに関して特筆できることは音色の多彩さである。六角形の新手楼にはヘッセン囚人にあるリンカー鋳造所のブロンズ製の6つの鐘が据えられている。 新手楼内部は3層構造になっており、鐘は2つずつ並べられて設置されている。鐘は電動式である。様々な教会行事において異なるパターンを使って鐘を鳴らしている。省令廃道の壁も同様にガラスの基礎材料によって構成されている。そこではライトブルーの反射が用いられているため、新教街道よりもやや明るい青色を示している。 奨励廃堂自体は鉄骨構造の建物である。エルンスト・バルラハのジュナンキリスト像による祭壇画が置かれている。奨励廃堂は見学が認められておらず、教会共同体内の催しにのみ使われている。2014年夏のカイザー・ビル・ヘルム記念教会級、主郎級主郎部分級主郎部分は保全修復が繰り返し行われている。1980年代における、 最初の保全修復において、崩れていた石材の表面塗装が行われたが、それによって内部が損傷してしまった。2009年から2015年にまで及んだ作業によって雨水と雪解け水の浸透によって崩れていた部分が保全修復された。新酒老2014年2月時のカイザービルヘルム記念協会新酒老新酒老は、修復せずに最近まで放置されていた。 2014年になって、新首労の状況検査と根本的修復をするための足場が組まれた。2015年に、ビューステローと財団からカイザービルヘルム記念協会、省令配動に関する修復計画書が出された。窓、入り口には暖房装置、換気装置、電装、サニタリー部分の修復が必要とみなされた。カイザービルヘルム記念協会、 2015年旧州郎を取り囲む修復作業用足場、2011第2次世界大戦時のベルリン空襲による旧州郎廃墟は戦争への反省を促す警告記念碑として崩れたままの状態に置かれた。旧州郎廃墟は時間の経過によって全面的な修復が必要とされる状況になった。 カイザービルヘルム記念協会建築アンサンブルの維持に関しての協会共同体のイニシアチブによってベルリンの様々な企業が旧首老廃墟修復のための資金集めに加わった。2010年10月に旧首老廃墟部分に修復用足場が組まれて2012年はじめには旧首老内の修復も開始された。本格的修復作業は2013年には終了し、 2013年8月には修復のための足場も大半が撤去された。スターリングラードの聖母新しい教会道内には、スターリングラードの聖母と呼ばれる木炭で描かれた聖母を見ることができる。これは、クルトロイバーが1942年のクリスマスに、法以下のスターリングラードでソ連赤軍の地図の裏に描いたものであり、光、命、愛という、 ヨハネの福音書からの言葉が書き添えられている。彼はドイツ国防軍軍医中尉であると同時に、アルベルト・シュワイツァー博士と交流のあったヘッセン州の福音主義教会牧師でもあった。ロイバーはソ連赤軍の捕虜となった後、1944年1月に収容所で病死した。多くの手紙を送った祭司のもとに帰ることは叶わなかったが、彼の描いた聖母像は、 最後の手紙と一緒に息子の元にもたらされた。戦後、カイザービルヘルム記念教会内に飾られ、現在に至る。スターリングラードの聖母の副社がドイツ空軍による空襲で大きな被害を受けた英国コベントリーにある英国国教会コベントリー大聖堂とロシア連邦ボルゴグラードにあるロシア聖教会大聖堂にも置かれている。 記念ホール内にあるコベントリーの鉄病十字架戦災廃墟を保存している英国コベントリー大聖堂ベルリン750周年記念祭が開催された1987年に、旧遽街道の入り口ホール部分は第二次世界大戦の戦災を改装するための記念ホールとして改装された。記念ホールに置かれた中心的展示物はコベントリーの鉄病十字架であった。 この十字架は和解の印でもあった。この鉄病十字架は、第二次世界大戦時のドイツ空軍空襲によって、崩れ落ちた英国国境界コベントリー大聖堂の梁からできている。1967年12月24日の聖夜礼拝及び同年12月31日大晦日礼拝時に、社会主義ドイツ学生連盟に属するベルリン。 自由大学等の学生運動活動家たちがカイザービルヘルム記念協会に乱入、指導者、ルディドチュケが新教会堂の説教団を占拠しベトナム戦争に抗議する反戦演説を始めた。礼拝出席者の一部による組織行動によって学生活動家たちは排除され、ルディドチュケは負傷した。なお、彼は1968年4月11日に、 街頭で銃撃され、重傷を負い、後遺症に苦しんだ末、1979年12月24日に死去した。ルディドチュケは、ベルリンダーレム地区にある、西安年教会付属墓地に埋葬され、葬儀説教はルターハサハ神学者であった、ベルリン自由大学教授、ヘルムート・ゴルビザー教授によって取り行われた。ありがとうございます。